ぞ。はい、お疲れ様です。はい、お疲れ様。今日はここでやりますか。今日はそうですね。ここは控室ですよね。ここは私の毎朝ここで今日もね、本番前にね10分から15分ぐらい寝るんですよ。あ、ここでですか。ここでもう熟睡しちゃう。これ枕こう寝るの。本番前っていうのは8時から本番じゃないですか。だからね、7時35、6分から7時53分まで。で、53分になるとあのスタイリストの成美さんって人がトントンと来るわけ。で、僕はちょっと本当にその間すっかりもう10分、12、3分熟睡して、こうそうだったんです、ね、ライトを消してね。で、あのハンカチをこう目の上に置いて、でふっするとね、この10分間ぐらい寝るのがね、すっごく頭がすっきりする。4時間ぐらいしか寝てない。だ、眠たくてしょうがなくて、あ、今日はもうこのまま入ったら番組で寝ちゃうなと思ったから10分間睡眠法をこれやらないかと思って今日は頼んでここで寝ました。この後です、この座布団は寝た後です。アメリカの、まあ、ちょっと今後どうなる日本の影響はってことで、まあ、番組で取り上げたと思うんですけれども、うん、いや、日本への影響ってね、すぐそうなんかすぐ出てくるってことはないと思うよ。まあ、それよりも、オバマさんはまあチェンジということを掲げてね、当選して熱狂的なまあ国民の支持があって当選したわけですね。で、日本の国民も秋っぽくてすぐくるくる変わると言われてるけども、アメリカも結構ね変わるんですよね。あれだけ2年前だよ、あの熱狂どこ行ったのと。今回はもうものすごい評判あり、そのオバマさんがやろうとしているのは大きな政府で、どっちかというと社会主義的な発想に近いということで、今回の選挙の中でオバマさんは社会主義者だと言って言われた。で、アメリカ人は社会主義をものすごく嫌ってるわけ。そんなね、その悪平等だと、なその努力したものが上に、ね、頑張ったものが上に行くのは当たり前だと。アメリカという国はもう国の成り立ちがね、そういう国、自由競争、自由市場主義、市場原理主義みたいな国だから、やっぱりね、常にそのヨーロッパ型のそのセーフティーネットを張って社会福祉をちゃんとやって、あんまりこの貧富の格差がないような割と平等な社会を目指すという国のあり方ね、それはヨーロッパ型なんですよ。ヨーロッパ型とアメリカのその少々貧富の格差があってもね、その競争によって、自由競争によって強い国を作っていこうというね、そういう考え方はこれはアメリカからなくならないね。だからまあどうあるべきかというよりも、アメリカはそういう国だからしょうがないねと、そういうアメリカと付き合っていかないというふうに考えた方がいいんじゃないの。